はいどうも皆さんこんにちは。勝手にガンバ会議の時間がやってまいりました。この番組はガンバサポーター同士のあだこうだといろんなことを不毛の議論をやる番組です。司会の徳丸です、よろしくお願いします。そしてただのサポーターの長谷川さんです、よろしくお願いします。さあ長谷川さん、今日はちょっと外ですね。これそうですね、あのおそらく勝手にガンバ会議、はい、初めての外ロケ、外ロケですねこれ、はい、はい、ということで我々今日やってきたのは JR 吹田駅前にある一軒目酒場さん吹田店の方にお邪魔したいというふうに思います。はいはい、ということで早速行ってみましょうか。はいはいはい、ということでね行ってみたいというふうに思います。こんにちは、よろしくお願いします。あれ、お客さんいないんですね。今日ね、特別に営業時間外のお話をしております、はい、営業時間前でしたね。はい、ありがとうございます。おこんなところに、お、ガンバポスターがね、あのありますけど、はい、2名怪我人ですが、そうですね、はい、大丈夫です、はい、帰ってきます必ず、はい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 、ということで、お、このところにも、はい、トゲザワズバ、お、スタッフの方、スタッフの方も、お、ガンバいいんですか、はい、ありがたいですね、さあ、でちょっと2階へってことなんで、はい、2階上がってみましょうか、ここのお店の2階がすごいことになってるらしいな、2階がね、えらいことになってると。いうふうな話を聞きまして、はい、今日やってきたんですけれども、あれ、お、またあそこにも、お、ユニフォームの方がありますね。2階、まあ客席やね。お、てきた。うわ、めっちゃすごいやん。ガンバ部屋になってるやん。ガンバ店舗になってるやん。まあ理想のお部屋みたいなね。ほんまやね、あれだ、あれ見てあれ、ほら。ダゾーン映ってるやん。はい。で、ガンバのビジョンが、ビジョンめっちゃある、全部で5台、ここもすごいすごい、めっちゃある、ビジョン。こんなとこで観戦会とかやったらもう爆盛り上がるんちゃう、うん、勝てばやけどな、はい、はい、ということで一軒目酒場っていうね、あの居酒屋なんで、あのメニューもねたくさんあるんですけれども、これ飲み物ね、マジ安ない、マジ安ない、こうメニューあっち、フードメニューあっち、マジ安ない、ちょっとこれどうなってんのこれ、なんか500円のものとかないんじゃん、これは、いやこれやばいよ、めちゃめちゃ飲めるっていうね、うん、熱燗冷や酒190円、安い、ジンジャーエール150円とかね、うん、グレープフルーツサワー190円とかね、はい、税抜きですけどもね、はい、むちゃくちゃ安いですね、これもうキックオフ2時間前からここで折れるんじゃん、まあそこまで飲んでしまうと、はい、試合前に出来上がって試合内容全く覚えてないっていうパターンになってしまう、そういう人スタジアムおるよなコンコースで倒れてる人倒れてるやつおるよな、たまにおるね、そういうおじさん、はい、はい、というようなね、今日はお店にお邪魔して、はい、店長のね、熊谷さんにちょっとお話をね、はい、お伺いしようというふうに思うので、はい、ぜひ最後まで見ていってください。はい、はい、というわけで、一軒目酒場吹田店の店長の熊谷さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。熊谷です。いや、びっくりしました、この2階来て。はい、こんだけね、もうビジョンはあるわ、ガンバのフラッグやタオルマフラーやユニフォームたくさん置いてあるわということで、これあのお店自体はいつぐらいからオープンされたんですか？はい、オープンはあの2018年の10月ですので、はい、今3年と5ヶ月ぐらい経ってますね、はい、なるほど、はい、でこれ最初からこの形だったんでしょうか？いえ、最初はまあ普通 の1階のような形で、あ、はい、の装飾もなかったんですけど、いわゆる居酒屋さんという感じだったんです ね、はい、これどういうきっかけでこう突然このガンバ仕様のオープンだったんでしょうか？まあ、ツイッター始めたのも12月ですし、そうですよね、はい、ツイッターってこと？ツイッター、うん、はい、始めたのは12月で、12月に始めはった、はい、で、まあ、ガンバを見に行こうと思ったのも12月だったんですね。あ、熊谷さん自身が、あ、試合を見に行こうと、はい、うん、で、まあ、そのきっかけは、まあ、息子、青人と言うんですけど、お、青黒のいい名前ですね、はい、で、まあ、どこにもあんまり連れてってなかったので、あ、はいはい、まあ、サッカーとか野球とか興味持つかなと思ってて、うんうん、パナスタが近かったので、そうですね、家から、はい、まあ、今、上新庄なんですけど、はい、近いですね、うん、で、まあ、連れて行って見せようと思って、うん、私もいろいろファンクラブに入ったりですとか、はい、はい、グッズを買ったりですとか、はい、で見に行ったらやっぱりこう吸い込まれるように
最初はカテゴリー6だったんですけど、あ、はい、カテゴリー6ってどこ、あのアウェーゴールラン、あ、はいはいはい、でそれも、まあ、あのサポーターの皆さんにツイッターでお聞きして、うんうんうん、そしたらやっぱりサポーターシートがかなり熱狂的でいいなと思いまして、はいはい、あの2戦目以降はゴール裏でいきなり真逆に真逆に飛んできたわけですね、はいはい、お子さんどうですかサッカー見て。そうですね、あの喜んでました。はい、喜んでました。あのやっぱ青色が好きみたいでして名前にもなってるからね。相手チームが赤だったじゃないですか、はい、1戦目、うん、赤と青と黒どっちがいいって言ったら、うんうん、青がいいっていう。よかったね、ここで赤って言われたら ね、お前名前よく見ろみたいな。しかもガンも負けたし。そうですね、お前やな、うん、なるほど。で、その時、まあ、初めてが、まあ、昨年12月に見に行かはって、はい、12月に見に行こうと思って見に行ったら今期の、あ、今期になってから、はい、鹿島戦ですかね。試合終わってましたもんね、はい、そっかそっか、12月だとね、はい、はい。でこのガンバ部屋っていうか、このガンバ仕様のこのお店になったのはいつ頃からなんでしょう。ですね、もう1ヶ月ぐらい前ですかね。もうこの2月、2022年2月ぐらいから、はい、なんかもう開幕に合わせような感じ。ほんまやね。ダゾーンの契約が3月1日なので、そうですか、個人契約を担当してまして、はい、ですので、まあ、モニターつけて揃ったのがもうつい先日。ああ、そうだったんですね。これ、ってことはこのお店にはこうガンバサポーター来てほしいみたいな思いもあったんですか。そうですね、うん、思ってたら早速何人か来ていただいて、はい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 、はい、お一人で来る方もいらっしゃる、はいはい、これは来るやろ、知ってたら、うん、絶対来るよ。これでもね、熊井さん、僕疑問があるんですけど、はい、これ設備、まあ、モニターもね含めたら、はい、まあまあお金かかるじゃないですか、はい、これそのね一回、まあ、たまたま息子さんがね、まあ、サッカー好きだってガンバ好きだって話になったら分かりますけど、はい、これだけ投資しようっていきなり思うのはなかなかクレイジーだと思うんですけど、なんでこう決めはったというか、そうですね、決意されたんですか。そこはガンバサポーターの方が来てくれて、うん、投資回収とかっていうのはあんまり考えてなくてですね、公私混同を一番いいやつですね。私も見たい、うん、はい、でどうせ見るならこう携帯でダゾーンではなくて、うん、大きい画面でっていう、まあ、サポーターの方々と見れたら嬉しいなっていう思いで。いやー、なかなかの公私混同ですね、これ。そうなんです、ツイッターの僕のタイムラインにちょくちょく、うん、多分この1ヶ月以内に出始めてきて、うん、アルバイト募集、うんうん、で試合の日は休んでいいです。5人応募ありました。DM で。よかった。そうなんですね。いや、うん、俺が学生時代やったらバイトしてたなみたいな。まあね。これでも一軒目酒場さんっていう名前なんですけど、はい、この一軒目酒場について少し教えてもらえますか。はい、大手の居酒屋チェーンの養老の滝って会社がありまして、はいはい、めちゃめちゃ有名なとこ、はい、本社は東京で、うん、全部でいろんな屋号あって600店舗ぐらい今やられてると思うんですけど、はい、そこの、まあ、フランチャイズのオーナーという形で今1ブランドとしてその一軒目酒場っていうのがあるんですね。はい、なるほど。で、まあ、さっきもね少しメニュー見させてもらったんですけど、はい、もうどれもこれも激安でびっくりしたんですけど。そうですね、これ、うん、皆さんそしたらわんさか注文してみたいな感じですかね。そうですね、うん、まあ、養老の滝のブランドよりも低単価の、まあ、激安酒場ということで、はいはいはい、350円以上の商品は置いてはいけないというルール、うんうん、あ、置いてはいけない、はい、置いてはいけない。出しちゃいけない。なんちゅうルールや。なんか世の中にね、300円居酒屋とか結構昔あったけど、あったあった、280円均一とかね、うん、最近なんか増税とかで見かけんようになった、ね、なったね。むちゃくちゃ安いよな、ほんまに。というような、まあ言ったら誰もが来やすいお店みたいな風な感じですかね。でまあ、先ほどね一番冒頭でもお話しましたけども、 JR 水田駅の真ん前ですから、むちゃくちゃ行きやすいですよ。まあ、知ってる方はゴリラの逆側。そう、ゴリラの逆サイドね。出て右で。そう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 。もうほんとね、むちゃくちゃ行きやすいです、はい、何か我々のこの YouTube 見てるガンバサポーター、まあ、そんなに数は多くありませんが、はい、熊谷さんから何か一言あればメッセージ。そうですね、はい、先日グラス買いまして。何のグラスでしょう。おこれなんですけど、小さいやつもあるんですよ。これね、これね、新エンブレムの入ってエンブレムの入ったね、グラスね。で、
まあ、ツイッターでいろいろお得情報とかお出ししようと思ってるんですけど、あのガンバサポーターの皆さん、あのガンバグラスでって言っていただいたら、はい、生ビールでもチューハイでもこちらでご提供できるかなと思って。これ熊谷さん、お値段そのままですか？あ、もちろんそのまま。はい、ということでね、通常のジョッキよりも少し量入りますんで、こちら。これはもう絶対ガンバグラスで発注してください。間違いなく発注よね。量増えるんやからね。これはありがたい話を聞きました。なので、はい、あのこの YouTube を見たガンバサポーターの皆さん、はい、ガンバグラスでというふうにドリンクをオーダーすると、はい、ちょっと増量でこのグラスでね、いただけるってことなんで、ぜひ試してみてください、はいはい、あとはあの私先ほど申し上げた通り、まだ初心者ですので。バリバリ初心者ですよね。まだあれですけど、はい、3回しかバラスは行ってないけど。いやいや、いいんです、全然いいんです。もうそんな、長い短い関係ないので。関係ないです、関係ないです。いろいろあの教えていただけたらありがたいなと思ってます。そうですね、はい、あのこんなお店に五台盛りが急に作る人いないので。いないない、こんな講師今度ありえない。逆に我々的にはこれ作ってもらったことありがたいと思うから、はいはい、もう本当にもう試合終わった後とかね。あ、営業時間何時からなんですか？あ、はい、営業時間は平日は16時から、うんうん、で土日祝日は14時から。あ、14時からということなんで、はい、じゃあ土日祝日のナイトゲーム前とかね。まあだから今だったらどちらかというとデーゲームがあるので、うんうん、まあ、試合終わって、終わった後ね、ここと、まあ、ちょっとあの、うん、ちゃんとマスク会食しながら、はい、もちろんアクリル板もございます、はい、で、まあ暖かくなれば、うん、ナイトゲームなのでその前にも1軒目なのでね。そうだ、1軒目やからね。1軒目なのでここに寄ってから。バナスさん2軒目や。そう、そういう感じの利用も、はい、ね、そうね、感じで。いやもう買ったゲームのデーゲーム買った後のもうここ店内なんてもう大混雑じゃねえ。もうなんかもうみんなでうわーって、まあ、まあ盛り上がられへんけど、そこまで盛り上がられへんけど、はい、まあでも楽しいよね。勝利の余韻に浸りながらね、はい、このグラスでねお酒飲めたら最高ですよね、はい。サポーター優勝祝勝会とかしたらね、めちゃめちゃするよな、これな、はい、こう長谷川さん、これ我々のなんかイベントとかもこういうところでね、やらせてもらえたら。そうですね、ぜひ、うん、社会の情勢を見ながら、そう、状況を見ながらですけど、はいはい、もうなんかみんな人集まっていいってなったら、はい、ちょっとこれ、もうあのなんか飲み放題プランとか、そうあるんですか？ございます、はい、あの料理のコースとセットでもありますし、うん、飲み放題だけでも、うん、あの1500円で2時間生ビール、生ビールも込みでございます。うわ、安いですね。我々のような貧乏なガンバサポーターで最高でございます本当に、はい、はい、ということでね、これから先もねちょっとお世話になる、はい、なりたいなというふうに思いますので、はい、今日本当にありがとうございました。お時間作っていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもイケメン酒場来てね。さよなら。あ、概要欄に詳細貼っときます。そうだね。はい。